さあ来ましたね、いよいよテレビのですね嘘がですね出まくりましたね。今朝なんでしょうかね、これフジテレビオンプライムオンラインというのですね出してるニュースです。もう嘘だらけですね。ただこれを扱わざるを得ないフジテレビの気持ちもですね、まあ、いわゆる指導と集団なんですよ、選挙に関しては。聞いてください。都知事選の政見放送というのはもちろん時間が決まっていまして、はい、1人候補者1人に対して5分30秒以内というふうにされています。まあ、仮におよそ、まあ、約50人だとして掛け算をすると4時間35分になるということになります。はい、ここも嘘ですね。1人5分30秒正しいんですが、経歴放送多数6分になります。で、50人1人 NHK が2回、民放が1回ですから、政見放送はですねトータル時間でいうと50人立候補した場合は約15時間になります。これもミスリードですね。じゃあなぜ今回このように多くなった史上最多の候補者数になりそうなのかというところが知りたいですね。はい、ここ専門家に聞きました。はい、政治ジャーナリスト田崎史郎さんによりますと、やはり今回は注目度が非常に高いというところを挙げられていました。蓮舫氏、それから小池都知事の出馬で話題性がとても高いですと。うん、そしてそれによって名を知らしめたい方もいるのではないかということでした。それから一つの政党から複数の候補者が出るということになりますと、政党の趣旨からしておかしいのではないかと、政党の名を知らしめたい思惑もあるのではないかということでした。うん、おいおい、その専門家と言っている言われているフジテレビが使っている田崎史郎さん、なんで NHK 党や私に連絡くれないの。嘘じゃんこれ、明らかな嘘でしょ。今回蓮舫さんが出ることや小池さんが出ることとは関係なく、我々 NHK から国民を守る党は今年の4月11日です。もう今から2ヶ月以上前ですよ、30人候補者出すって記者会見してるんですよね。それにもかかわらず蓮舫さんと小池さんがと言って言いながら、蓮舫さんと小池さんが、この2人からしか当選者が出ないんですよっていうことをうまく案に表示してるわけですよね。名前を売るために選挙をしてるっていうんですね。当たり前やんか。選挙って名前を売るためにやるんじゃないの。名前を売って自分たちの政策を出す場なんでしょ。誰も最初から選挙負けるなと思ってないですよ。でもあなたたちテレビ局の人たちがこれは蓮舫か小池しか当選しないと思わせて、でそれ以外の人はゴミクズだと。選挙イコール売名だろうが、田崎史郎さんってアホだね。ちょっとまあもう突っ込みどころ満載なんでどんどん行きます。供託金というものがあるわけですけれどもね、今回の都知事選挙に言えば300万円、届けで300万円という額がこの妥当なのかという議論も出てきそうですけれども、はい、同じく田崎さんに聞いてみましたが、今より仮に安くした場合は名を知らしめたい候補者がより増えてしまう可能性も十分考えられますと。一方で今より高くしてしまった場合は若い世代が出馬しにくくなる恐れもあると。もうここに関しては田崎頭おかしいね。あえて田崎と呼び捨てするけども、こんなやつがいるから、こんなやつがテレビに出てるから、テレビは国民を洗脳する装置と言われるんですよね。若い世代が出馬しづらくなるって、おい、東京都知事選挙の被選挙権年齢いくつなの知ってる田崎さん。30歳よ。30歳を超えないと立候補できないのよ。供託金を高くしたからって若い世代が出馬しにくくなるんじゃなくて、貧乏人が出馬しづらくなるっていうこと。7500万円もこの選挙に我々 NHK 党にお金が集まるっていうことは、まさに多くの国民が望んでるんでしょ。安くしたら直しなしめたい候補者が乱立って、候補者が乱立って何よ。投票に行く人を増やしたいなら選挙に立候補する人を増やさなきゃいけないんじゃないの。自分の友達や家族が選挙に出たら、いやでも選挙行くじゃん。乱立じゃなくて選挙に積極的に参加する人が増えるでいいじゃん。ほんとむちゃくちゃ。やっぱり YouTube 時代の選挙ってことになってきてるので、もうかつて想定していないよ、例えば翼の党の選挙妨害とか対応できないものが起こってきていて、おいおい山口さん、 YouTube 時代の選挙になってるのその通りですよ。翼の党対応できない、対応してるじゃん、捕まったじゃん。今の法律で対応できることが分かったわけだから、翼の党は公職選挙法やその他の選挙法律に違反してるの。我々はそういうつもり一切ない。完全合法だから。
ちょっともうこれ以上あのフジテレビをいじめるのはやめます。何よりも取材しに来いよ。対立する問題は反対側の意見聞かなきゃ、放送法4条違反よ。とにかくね、この田崎史郎という人がまさにテレビ局の犬ですよね。平気で嘘つくんですよ。嘘をついたりとか取材もせずに誘導するって人ですね。まず我々 NHK 党がやりたいことは何かっていうと、 NHK の支払い率 82% は嘘だっていうことをやりたいんです。これ住民税とかそういう税金でもだいたい 90% 超えてますよ。なぜ最高裁で買ってる NHK がたった 78% の支払い率で経営ができるのか、おかしいじゃない。令和新選組と NHK 党以外は NHK の予算に賛成してるから、それを NHK の政見放送でおかしいじゃないかと主張するわけですよ。一人が出ても大して影響力がないから、だから今24人出すって言ってるんですよ。これの何が問題なの？政治的な主張でしょ。 NHK の受信料なんて払ってない人が半分ですよ。本当は 50% なんですよ。だからポスターを貼りたいとかっていうのはどうでもいいんです。ここは昨年の4月にすでに来年の東京都知事選挙に僕は100人候補者出すって演説してます。だから一番の目的これなんですよ。でも最初100人だったのが30人、4月の11日に正式に東京都庁でやってます。今ちょっと多すぎるから24人まで減らしました。24人まで減らしたのはもう言ってる通り NHK の政見放送に出たいだけなんですよ。政見放送に出て NHK を潰したいっていうことと、この選挙候補を出すね、このこれをやりたいんですよ。東京都選挙候補受信料なんて払うやつはバカってやりたいんですよ。もちろん今の東京都のトップは小池百合子さんですから、小池百合子さんがおかしいんですよ。2ヶ月以上も前から我々 NHK 党は30人候補者を出すと宣言してるにもかかわらず、しかも4年前は22人、8年前も21人、どうやったって50人以上出るじゃないですか。これだけ景気がいい状況でね、300万ぐらい出せる人いっぱいいるわけですよね。じゃあなぜ60枚のポスターと掲示板作らなかったの？48枚っていうのはそれ願望でしょ、現実見てないんじゃない。でも我々は48枚っていうことであれば48枚以下になるようにまあ調整するというか、ポスター掲示板いりません。でそもそも我々はポスター掲示板なんてやめようって言ってるんですよ。無駄だから。さっきの山口さんの言ってた通り、今はインターネットや YouTube 時代です。この紙も本当はやめるべきです。この選挙広報は東京とか720万世帯に無料配布されます。こういう紙もいらないと思いますよ。東京都選挙管理委員会のホームページに出てくるから、これなくても見れるんですよ。だからポスター掲示板なんてなおさらいりません。候補者の名前や写真貼るよりも7月7日が東京都知事選挙の投票日です、期日前投票やってますっていう選挙をしていますってポスターだけで十分じゃないの。掲示板だけでなぜ候補者の名前や顔を今さらこのネット時代において貼らなきゃいけないの。政見放送も一緒でしょ。全員の政見放送やめて YouTube でやればいいじゃん。東京都の選挙管理委員会のホームページの中に YouTube チャンネル作って、そこでみんな候補者出てきて言えばいいんじゃないの。何時から小池さんの政見放送あるんですかねみたいな感じで、わざわざテレビの前で待ち構えなくていいんですよ。好きな時に好きな候補者の政見放送何回も聞けるわけですから、もういい加減テレビ使うのやめましょうって言ってるんですよね。さっきの話でいくと、供託金300万円は安いって。こんなサイズの新聞が720万世帯に配られるだけで、これで何億円の価値があるんですか。 NHK で12分、民放で6分、好きなこと言えるわけですよね。政見放送で300万円なんてどう考えても安いんですよ。あなたもあなたのオリジナルの選挙ポスターが貼れますから、今なら1箇所1万円以上の寄付から貼ることができます。多くの皆様のご参加お待ちしております。完全合法のこれは民主主義に対するまさに挑戦です。今のテレビ局は民主主義に対して、これ民主主義の冒涜をしてますからね。テレビなんてない方がいいんですよ。 NHK 含め民放もね。テレビ朝日は蓮舫さんの事前選挙運動を放送して蓮舫さんを応援してるわけですよね。もうほんと腐りきってます。ちゃんと調べて、そして選管にできるだけ迷惑をかけないように
皆さんに NHK にお金を払わなくても大丈夫ですということを伝えるためにやってるんで、これこそザ選挙でしょ、ザ民主主義でしょ。皆さんが NHK に騙されて受信料搾取されてるから、そういう人たちに正しい情報を伝えるために今回24名の候補者を擁立いたしますので、誤解なきをよろしくお願いいたします。 NHK を吹っ壊す。